每到新年前后的时刻，日本各地书店跟文具行还是可以看到不少民众在挑选新一年的手账笔记本。而在冲绳，充满在地特色的册子不少，但最受欢迎的却是画面中这一款单色外皮、有点老派的冲绳手账。満潮とか日の出とか、これに基づいてちょっと朝早く起きたりとか、動いてちょっと海行ったりとか、山行ったりとかしてるので、やっぱり。便利なんですね。やっぱり沖縄のいろんなネタが入ってる。もう私ずっとこればっかり。もう一回使ったらもう離れられない。有三种不同大小的冲绳手账，每年发行30,000册，实体书店20,000，网络通路10,000本，总是热销完售，相当抢手。沖縄の皆さんは地元に関しての関心度が他の県よりも圧倒的に強い。沖縄のブランド、沖縄のものを持つというところにも非常に重きがあると思ってて、やはり手帳であればせっかく県外のものよりは地元の企業さんが作られた手帳を使おうというそういう気持ちもあるんじゃないですかね。冲绳手账是在1994年推出，当时市售的在地情报年历册仅有8重山版本，而冲绳手账则是集结本岛的地方资讯跟大小事。没想到一出版就是30年，翻开第一年版本，历史上的今天，再看最新的2024，都有满满的怀旧时代感。而手账的催生者就是画面中这位老先生。沖縄手帳発行人の前城です。今日も1時間ほどですね、お付き合いいただきたいと思います。除了手帳的制作跟发行，真容成德期也有广播节目，畅聊在地的种种，为的就是希望大家在听广播的同时，也能像翻阅手册一样，记住冲绳的历史，还有过去生活中发生过的点点滴滴。沖縄は圧倒的に旧暦社会ですから。神事の行事、イベントはみんな旧暦じゃないですよね。不可欠なんです、旧暦は。とはいえ、今大手企業の中では旧暦を使わないというお察しが出てきたりしてるんです。沖縄に合った手帳が必要。新册子刚出不久，老板直接投入下一个新年手账的制作，与下游厂商讨论的都是爱用者的需求反应，还有实用建议。月刊カレンダーページに。小さく前月、翌月カレンダーをつけてほしい。6週目の欄も作ってください。30日や31日がぎゅうぎゅうで書けなくなります。年齢早見表は祖父母の代まで載せて。情報量がすごい多いので、項目ごとに構成したりとか、いろいろやり方は変えたりしてるんですけど、どうしても何かあったりとか、もう印刷寸前まで。今まで手に取らなかった人にどうやったら取ってもらいたいでかなっていうところをすごくちょっと気にしてるんですね。その C さんのイラストは必ず入れるようにしていて、あとやはり沖縄らしさっていうのはなるべく前面に出すようにはしています。年年更新、升级需求、手帳越来越像一本生活实用版的冲绳大小事記小辞典。やっぱり他の手帳とは違った特徴、沖縄にこだわっているよ。まあ、ユーザーの声もあったけど、沖縄愛が溢れてるよみたいなことが言われてるわけですね。電子手帳とかスケジュール帳には置き換えできない部分があるんじゃないかなと。沖縄のことを知るための辞典みたいな形になってると思います。手帳社老板表示，有生之年都会持续推动手帳的发行。他说，版本更新如同记录在地日常，希望大家每次翻阅都能有如沐春风的新发现跟充实感，进而更了解冲绳这块土地，加深对他的热爱。TVBS 新闻，徐启芳综合报道。